ついてるんですよ。いいところ持ってんの。あざす。ボールも探すな、目つきもするな、そして叩け。炭酸に。7番パー3、175ヤード、由比コース。セカンドシーズンドヤバサ対決第4戦目。第3話。ヤスリード。ヤスリード。打ち下ろし見て148ぐらいだったんですけど、結構上げてるんで、7でいきます。左が怖いので、右サイドを狙いたいと思います。あー、ちょっと抜けたか。戻ってきてる。まあまあ、耐えるか。薄かったのもあるけど、結構上げてそうな予感、上げてましたね、結構。相模湖、変な力が働くんだよな。相模湖の神通力が。そう。前さ、7番で20ヤードぐらいオーバーしてるの覚えてる？神通力って何？神通力、神の力です。神に通ずる力ですね。ああ、そういうこと。言葉のあやですね。7番で。あー、右流された。あー、ね、これもちょっと手前ですか。うん、手前。やっぱ上げめっちゃ戻された。結構7番で、はい。おお、どうだこれ、どうなの。あー、戻されてる。いけ。めっちゃ手前じゃん。これバンカーまである。いや、あれか。いや、でも行ってますよね。やっぱ相当相当上げてますね。ヤス君の時がちょっと弱かったのか。そう、風のなんだっけ、風のシューザー、違う。ああ、雲のジューザー、山の不動ジューザージューザージューザー、風のジューザー。わたた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 た。誰もいないんだよ今日。まあね、いや、もっともっとはっちゃけていけよ。どうですか。いいよ。ウォンク。なんだって今。奥。ウォンク。ウォンク。何のウォンクって。クマって。え？ベアじゃない。ベア。ちょっとウォンク。いや、ちょっとあのアプローチライヤバそうだな。着座だな、ま、いわゆる満着ゾーンですね。満着ゾーンですよね、あれ。やっぱ振動数なんだね。そうですね。ぜひね、皆さんも UST マミヤさんのフィッティング受けていただきたいですね。フレックスなんて合ってないような。そうそう、フレックスはあくまで目安でつけてる、メーカー側がつけてるだけなんで。フレックスがこれだから振動数がこれってわけじゃない。そうそうそう、それぞれ違いますからね。ジャンプによってもね、フレックス、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、僕は今回アイアンを、はい、アッタスアイアンの 115S のチップカットしていただいたんですよ。ああ、なるほど。そしたらすごい良くて、ね、振動数を、振動数をだから上げたわけですよ。上げたんだよね。チップカットすると、まあ硬くなりますね。27ヤード、62。こっちから受けてんだよね。結構受けてますよ。これね、ワンチャンパターあるよ。まあ、カツンといきます。58の22ヤード。止まれ。おお。うまいね。やっぱゴルハウスだね。ゴルハウスでアプレンしてるだけあるわ。オッケー。ナイスパー。16ヤード。16。こっち60。こっちで。こっち。待っちゃうか。なんでアマチュアが一番うめんだよ。翼。やばいっすね。練習量だよ。あとはね、この RM アルファバッサンをバックにさせていただきます。14さんのね、思い立った時に練習できるのが一番いいから。いや、それはでも本当そうなんですよね。あって思った時に触れるんで。そう、再現できる。じゃあ僕4m、パーパット。ちょっと切れるね。先にプレッシャーをかけることができるのか。うっせえバカ。切れないのか。これわかんないっすね。ナイス。
上りのチョイスラ。ゲイ。今回やばい、マジで負けたよ。2段2段乗ってたよ。サンデーのスポットが訪れました。これは俺だな。俺はやんないから。ビッグドム、ビッグドム、黒い三連星。雲の十三、山の不動。セイント製薬、セインカリン。セイント製薬って言った今。セイント製薬、セイント製薬。セイント製薬って聞こえたら今。さんがセイント製薬って言ったら俺の今週のセインカミュがかき消されちゃったじゃないですか。8番ホール、パー4、394ヤード。いやー、上げがすごいね。左打ったらバンカー入っちゃうよ、ドライバーでね。この風だったら。いや、ドラだと抜けんじゃないですか、さすがに。はい。まあでも右の斜面、そうですね。斜面打っていきます。プロにドライバー強制されたんで。サイさんね、結構そういうとこあるんで。自分の意思で。そうですね、さっきパター持たなくてよかったです。ここ打ちにくいっすね。打ちにくいっすよ、これ。立ちにくいんですよ。うまっ。いや、今めっちゃコンパクトにした。っていうか、これ池大丈夫か。大丈夫だと思う。池今風やんだぞ。フェアウェイっぽい。うん、あ、フェアウェイって今は綱引き、綱引き系で。あ、そっちの方がいい。いいっすか。だって今のトップここら辺で、うん、マジっすか。すごい引っ張り合いが良かったっすね。そうなんだ。これドヤさんに昔教わった。いや、やっぱりそれが真理ですよね。はい、引っ張る方が強いからね、力が、うんうん、こっから近いと引っ張れないね、こうやって。確かに押すじゃん。押しますね。こうやって押すでしょ、うん、こっちだったら引っ張って。そうっすね。これができる。はい、かっこいいです。だけこれやるのは、はい、アマチュアの人がこれやるんだったら1年かかるから。そうですね、練習しちゃう。確かに練習しなきゃできないから。はい、俺が今やってすぐ できたら甘いんだ。確かに、すぐ分かろうとすんなと、なめんなと。うわ、あ、フェアウェイめっちゃ来た。これでもこの上げのセカンドやべえな。ん？何そのすごいな。ん？3番ウッド。風が止むときだ。やんだ。もうこれからやっとどんどんいい時期になってきますね。サイ、ね、さんもちょっと乾燥してますね。けど俺乾燥肌なんだ。だから結構お風呂上がった後化粧水体にばらまく散りばめて、でその上から乳液塗ってる。ああ、こう抑え込む。そう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 。そうしないとマジ足のすねとかがもうカッサカサで痒くなっちゃって、書いて血が出てっていう感じ。まあ時期的にもね、そういうあれです。そうそうそう。島で出る。え？何？島で出ますか？ああ、書くからね。俺だからめっちゃ乾燥肌なの。これ遺伝だから。聞いてる話。聞いてますよ。こんだけゆったりしてても前の国追いつくんだ。やっぱそれぐらい俺らプレーが早いってことだね。そうそう。いや、明らかに早いとは思いますよ。荒れてないですからね、そこまでティーショットしても。いや、荒れたとしても、そうそう、みんなすぐ打つし。そう、早いですからね。遅い、スロープレーの人が俺意味わかんない。いいっすね、今日。いいな。なんでスロープレーになっちゃうのかなって思う。いいな、ドヤさん、今日マジで。134、はい、9番で、はい、上げてんな、普通に、うん、今の良かったな。ナイス。あー、でかい。でかい。風やんだ。でも今、球強かったよ。いや、俺今、うん、昔、ここから加速全然できたので、そうやったらできたんですよ、普通に。うん、あー、そう。ほう。あー、いいじゃん。
ちょっと別にしておきます。うん、155？ はい、155。 7？ 8？ はい、うん。おー、捕まった。おー、スピン効いた。結構振った今。今ちょっと振りました。俺152。152パスパンで、はい、思いのほか傾斜があるね。結構つま先上がりです ね。あー、ダフった。バカ野郎。つま先上がりちょっとインから来るとダフりますね。そうだね、うん、右向いてちょっとフックの感じですもんね。そうだから、その今どれだけシャフトを斜めにしてるかっていうのを、はい、まあシャローっていうか、はい、自分でその感じながら打ってる。あ、そうなんですか。そう、なるほど、ね、どうしてもやっぱシャフトが縦になりやすい。縦になって寝て入るから俺。そうですか、もともと。うん、だからこっから、俺もこうなってれば、はい、こっから上げて、はい、こうなってきた方が立つのよ。そうですね。うん、捨て能力ゼロだよ。簡単な相槌では受け入れてもらえない。そうじゃねえんだよ。シャフトを感じながら打ってますね。そうだから、そうしないと。俺さ、シャンクとか出てたじゃん。シャンクも立って寝てたから、寝かしとかなきゃ起きないから。人間と一緒、起きてたらいずれか寝ちゃうから。寝てればいずれか起きるんだ。36ヤード。36ヤード。62でいきます。62度。あ、そっち行っちゃった。ナイス。うまい。いや、気持ちいいな今日は。12ヤード。はい、パターでいきます。はい、ゴー。あー、わー、消えるか。うん、一番右上から傾斜来てるね。これでもちょっと上からはかなりしんどいっすね。12ヤード。はい、バーディーパットします。来た。おー、うわー、ナイス。ありがとうございます。いやー、ここよく打ちましたね。ありがとうございます。てか止まるんだな、これ止まるんです。最後ちょっと受けてす。俺の方から速いんで、はい、結構かけなきゃダメだな、これ結構曲がりますね。7歩。パーパット、うまいぞ。ナイス。あー、ちょっといっちゃったか。いやー、でもナイス、ナイスタッチ。激しびれパーパットじゃん。これカップ外します。バッサー、これは外さないですね。左カップ。決めた、決めた。うまい、ナイスパー。ありがとうございます。やべ、ずっとパーじゃん。確かに一番いいか。パターもいいっすね、ショートパット。パターそれにしていいよね。なんかこれが家でやってるからですか。あ、それもあると思います。まあ良くなってたのはやっぱそれ、本当にそれこそあの家住んでからですね。打てますもんね。そう、打てる。うん、家欲しくなったよな。いや、家買った方がいいっすよ。え、でもさやさん、ゲミ見えなくなっちゃいますけど、いいんですか。おい、はい、おい、なんすか。いつ俺がゲミン見下ろしてるって言ったよ。ゲミンなあ。いやいや、言ってじゃないですか。言ってねえ。言ってないですか。言ってねえよ。単独だな、安くん。あ、これもう9番か。9番っす。やべ、でも前より叩いてないからいいや。なんかもう悪いイメージだよね、これね。そうっすね。前いくつか、これ87ぐらい叩いたもんね。トラウマっすよね、本当に。ちょっとね、これ前回左行ってますよ。いや、左もう分かってるよ、これ。左行って、左打ちしておかしなところ行ってスーパーボール。あれはでもさすがにやっぱもう笑うしかなかったですね。9番パー4、366。これもどっちかっていうと今日だと右サイドっすね。そうですね、右から風切って。あー、惜しいな。でもいいんじゃない、あそこで。ラインは絶対行かせないんだ。ラス、いいとこ。でもそうだよね、言ったことがやっぱ2年後とかそれぐらいになんかできるようになってくるとね。俺だって多分そう、俺初めての時だ。2年前の。そう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 。ちょうど初めて会った時ぐらいに、はい、いやー、これはでも感慨深いですね、本当に。やっぱ
して。ナイス片手放しショット。ね、飛ぶやつや、うん。飛ぶ片手放しショットやこれ。ああ。ナイス。ありがとうございます。どの辺だろう。ああ、トラウマだ。これ。見当たんねえな。まあでもフェアウェイですもんね。多分フェアウェイ。うん、トラウマだな、このホール。広いっちゃ広いんですけどね。でも俺は右には逃げないから絶対。ナイス、ナイスフェード。いいとこ落ちたわ。左に振りましたね。左に振ったよ。これか？ちげえな。ちょっと映ってたかな。よいしょ。本当に見えないなこれ。あ、もっと集中しないとダメだ今日。集中しましょう。うん。やっと筋肉が温まってきてた。こんな暖かいの。やっと温まってきた。本当ですか。でも飯食うからまた冷えちゃう、ね、やっぱちょっと体のキレとかもあれなんですかね。いや今寒いから、ただハンマーバキの言葉を言っただけなんだけど、やっと筋肉が温まってきた。スロットですか。そう、スロットで 毎回言う。あ、パチンコが毎回言う。いつのどのシーンだろうそれ。なんかわかんない。漫画であるってことですか。あるんじゃないですか。ありそうな、言いそうな。そうそうそう、あのバキが裕次郎と戦うってなった時に、あの想像上のカマキリと戦うんですよ。でかいやつ、でかいやつ、でっかいカマキリ超強いんですけど、で受けて片足でこうバランスと詰まってるみたいなのはまだわかるんですよ、うん、いないんですよ。空想でイメージで作ってるんです、うん、でも超リアルな、うん、でもそのシーンの中で首をこうカマキリの頭にまたがって首を取ってる、うん、取ろうとしてるシーンがあるんですよ、うん、浮いてるんですよ。なるほど、急にだからそれはもう別れよっていうことをメッセージなのかなって板垣さんからの。めっちゃフォローだなこれ。キャリーレーダーが100ちょい打てちゃえばもう十分手前なので、うん、まあ、奥行ってもしょうがないかなっていうことで、うん、P で、はい、ピンの右を狙いたいのか。うまい。おお、ちょうどいいんじゃない。すげえ風吹いてる。うん、バッチリ84、はい、微妙だなこれ。これはもうちょっと逆に攻めたいに62で打ちます、はい、ゴー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 。おっ、じゃない、めっちゃ刺してた今。まあカメラサボってもうずっと準備してたろ。夜だろ。79ヤードです、はい、ポッパチで、はい、はい、入る入る。ちょっと左だったかな。ちょっと左、ちょっと弱かったかもしれない。レアさんのの方がマジ筋ってましたね。あれあるんじゃないこれ。あれある、翼ボール、いや2つ入ってていいよ。ボール1個になっててくれ。ボール1個、ボール0まである、0まである、うん、0まである。あー、はい、あー1個、1個あった、あー1個見えた、あっ、あれない、あない、あんじゃん。レアさんマジ近いスタバ、あれ近い。俺がこれだったら、まあぶっ壊すな。俺が手前だったら、これは俺ですよ。間違いない。オッケー。いや、まだ。ちょ、あれは。外す自信あるよ、俺、これ。オッケーじゃないの。外す自信あるけど、オッケーじゃないの、これ。オッケー出さないダメ。ダメか。外す自信ある。欲しいね。着弾これじゃないですか、マジでやった。そうですね、多分。そうだね。マジダンクあったの。え、8本バーディーパットいきます。はい。おー来た。おお、今ピン抜いてもいっちゃってたよ。ちょっとそんな強かった、うん、めっちゃ強かった。7メートルぐらいしてたぶん。あ、オッケー言ってない。悪い。よし、決めようやすくん。フックは来る。バリパッド 2.5 メーター。はい、来た。ナイスバディ、ナイスバディ。おおおおワンオーバー、ワンオーバー。37回出だしのダボだけ、ダボから1個へこますか。素晴らしいな。これはもう慎重にいかないか。お先お先です。気分でいこう。なんでやっぱり相当入る気してないですね。相当入る気してないですよね。本当に
分かった。分かりました。ちょっとスライスが一緒にかかっちゃうの分かる。相当危ないですね。メンタル。今、打った瞬間、やべえって思ってたもん。お前、読むなよ。いや、みんな分かってないんだよ。そうですね。メンタルいっちゃってんなと思って。大事。ナイスバディ。ナイスバディ。バディバディ。バディパー。はい。ということは俺が4-4-1。あ、ここまで並んだ、はい、3打差。ああ、動画外では結構ヤス君に食われたけど、はい、動画内ではね、2枚抜きあるぞ。これやばいぞ、マジで。これやばい、うん、ちょっと飯食って集中しましょう。集中しドライバス対決させてもらえないかも。マジで間違いない。ということで、はい、次回後半戦、はい、お願いします。お願いします。